龍が如く最新作ご期待ください。いえ、トラブルではありません。心配なさらず、予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。皆さんこんにちは。東城会荒川組組長、荒川真澄役で出演させていただく中井貴一です。僕はゲーマーではないんですが、龍が如くの存在はよく知っておりました。いろんな俳優さんがお出になるなと思っていつもCM を拝見していたので、とても嬉しかったですね。お話をいただいた時は、はい、男の理想像っていうんですかね、今日本人に失われてしまっている男の生き様っていうのかな。職種が何であれ、その中で一等になるやつとか上等な男だとかそれぞれいると思うんですけども、その極道というものを背負った中の荒川っていうのは一級品の男なので、とってもやってて気持ちが良かったですね。抜群に面白いです。もうなんて言ったらいいんですかね、やられた感満載でしたね。もうだからもう本当に台本読んでて、いやもう次どうなんの次どうなのっていう感じでしたから、本当にこれ書いた方にドラマ書いてもらいたいと思う。荒川は自分に憧れて自分を慕ってくれる春日のことを実の子供のように可愛がっているんですが、まあ、結果的にそんな春日や東城会のことを裏切り、ライバルの近江連合の幹部として春日たちの前に立ちはだかります。なぜ荒川はそんな行動を取ったのか、なぜ荒川は春日や東城会を裏切ったのか、それがこの物語の重要な鍵となります。春日と共にぜひ荒川真澄の真実にたどり着いてください。そこでお待ちしています。お楽しみに。